私の両親に大神さんを紹介しようと思いまして。それで。両親に紹介って、もしかして。それ以上は恥ずかしくて、私の口からは。それでは注意にお聞きしますわ。花火さんのご両親に紹介とはどういうことですの？まあいいですわ。そういうことにしておいて差し上げます。ご存知だとは思いますが、歌劇団のことは機密ですので、ご注意遊ばせ。グランマさんと迫水大使からお手紙を預かっています。そうですの？それはおめでたいことで。大神さん、これからよろしくお願いいたします。そうです、グランマさんと迫水大使からお手紙を預かっていました。なるほど、わかりましたわ。注意ならではのジョークですわね。まったく人が悪いですわ。グランマさんと迫水大使からお手紙を預かっていました。これ以上はもう。あ、そうです、グランマさんと迫水大使からお手紙を預かっていました。米田支配人はどこにおられるのでしょうか。ありがとうございます。私も考えたのですわ。ちゅういったら、もうストレートですわね。こっちが照れてしまいますわ。ですが、ちゅういのお気持ち、私、とても嬉しいです。では、結婚にあたりましては、ちゅういが恥をかかぬように、神崎グループの総力を結集し。大神さん、私です。北王子花火です。少しお話ししてもよろしいですか。ジュンと私が大切なお話をしているというのに。仕方ありませんわね。ちょいと追い返してまいりますわ。なんですの。ちょいと注意。私を助けになって。
神さん、夜分遅くすみません。大神さんとお話がしたくて。よろしいですか？ここが大神さんのお部屋ですか。殿方らしい整理されたお部屋ですね。こんな夜遅くに殿方の部屋を訪れるなんていけないことのようで。はい、だって二人っきりなんですもの。でも勇気を出します。大神さんに全てを任せる覚悟で。大神さん、私を。連れて行ってあげた方が。そうですか。でもきちんとお医者様に見せた方がよろしいですよ。
握っていてくださいね。もしかして大神さん、猫を飼われているのですか？はい、かしこまりました。大神さん、お優しいのですね。大神さん、私東京に来ると決めた時、大神さんは心に決めた方とすでに幸せになっているのでは。パリでの私とのことは気まぐれだったのでは。そんなことばかりが心の中に広がってしまって、嫌な自分を見てしまったような、そんな気持ちだったんです。大神さんとパリにいた頃は毎日が楽しくて幸せだったのですが、でも大神さんと別れてからはいろいろと心配になって、大神さんは東京に戻られてから私のこと心配してくれましたか？思い切って東京に来てよかったです。こうして大神さんと二人っきりでお話できるんですもの。それに別れていた間もお互いのことを思っていたなんて。あ、もうこんな時間では、そろそろおいとまいたします。おやすみなさいませ。また明日。そうですか。きっと大神さんは正義や平和のことで手一杯だったのですね。それに東京には魅力的な方がたくさんおられますし、それでも構いません。私は大神さんをお待ちします。いつか大神さんが私の元に帰ってきてくれる日まで。あ、もうこんな時間では、そろそろおいとまいたします。はい、おやすみなさいませ。また明日。おいとまいたします。はい、おやすみなさいませ。また明日。
注意？とっくりと聞かせていただきましたわ。私、注意のこと信じておりましたのに、それなのに。注意、お答えいただけますか？今のお話は本心でいらっしゃるのですか？などと、しおらしく引き下がる私ではありませんわ。必ず、注意のお心は私のものにいたしますわ。よろしくて。では注意、夜も更けてまいりました。私はこれで。おやすみなさいませ。また明日。それは当然ですわよね。あの小娘への言葉は注意の本心というよりリップサービスですものね。注意は身も心も私だけのものですもの。おでは注意、夜も更けてまいりました。私はこれで。おやすみなさいませ。また明日。追い返すと言った私をタンスの中に押し込んだのは注意ではありませんか？聞かれたらまずいと思っていることこそが心にやましいことがある証拠。ましてや開き直るなど日本男児として恥ずかしいと思いませんこと。では注意、夜も更けてまいりました。私はこれで。この私に言うことが終わりでしょうに。スミレ君の方が大切だとか、愛する人はスミレ君だけとか、いくらでもございましょう。では注意、夜も更けてまいりました。私はこれで。注意ったら、あそこまで私に気を使わなくともよろしいのに。注意、それ以上はおっしゃらなくても結構ですわ。私、注意のお気持ち、しかと受け止めましたから。夜も更けてまいりましたわね。それでは、私はこれで。おやすみなさい。